どこが撮ってんだよな。もういいってこの場所。どこなんだよここ。もう散々なんかラビットとかも出たのが俺たち。いろはり千鳥も、うん。まだここで撮ってんのか俺たちはもう。どこなんだよここ。無限大ホールの誰も使ってない場所だよ。うん、ここでしかいない、ないんだよ場所が。俺たちには。テレビ一本も出てなくてもこんなところで撮るなよ。つまようじが。テレビがどうとか。関係ねえよ。今日は行きましょう。ガチストイックエピソードー会。そんなのはここで撮るなよ。今日はですね、ま、もうストイック会です。お笑いストイック会。なので、エピソードを話していきたいと思います。エピソード会ですね。あー、なるほど。どんどんやっていきましょう。うん。先行後攻どうやって決める？あ、そうか。一応、同時に喋ることはできないですもんね、さすがに。アホらしいからね。俺は合唱でやってねえから、合唱エピソードトーカーではないから、やっていくか。じゃあ、え、何？あ、そうね。え、じゃあ、ファブリーズトスにします。このガラスマジックリン。マジックリンだった。が、うん、この止めると、その、はい、出るのと、泡のとこがね、はい、泡だったら出るんですけど、はい、ぐるぐる回して。ああ、ロシアンルーレットの。泡が出たら。いい。面白すぎるかも。オッケーオッケー。このルールちょっと面白すぎるかもな。ロシアンルーレット。マジ面白すぎるかもな。え、だから、リセッシュにする。自分でフーってやるとき、自分で回す感じですよ。多分、回して相手に渡す。なるほどね。うん、ちょっと一回試してみ、リセッシュでいきます。さすがに。リセッシュで、うん、じゃあ、見ないで。オフだったらこんな感じ。うん、うん。うん。オンだったら、うわ、これかなり出るよ。ちょっと待って。これかなり出るよ。うん、これだけで今日いけんじゃない？面白すぎて。マジでポッと降ってきたけど、この曲面白すぎない？ロシアンリセッシュね。マジで確率は2分の1だな。4個に2個オンが。あ、ほんと。マジ、バスマジックリンは？こっちは3個しかないから3分の1で出る。でも、マジックリンだからマジでかかりたくないよな。一回出してみる？このティッシュに。どんぐらい出る？いや、結構出るよ、多分これ。持ってください。結構出るよ。結構出る。これだったら。あ、でも、そんなもんか。いや、これやだわ、これ。やだ。危ない。危ない、多分。香りかかったら危ない成分かかってるわ。うん。うん。ちょっと、じゃあ。目とか入ったらこれ危ない、ね。危ない。やるときも、こんぐらい話して、だって、こんぐらい話してやろ、せめて。ああ、こんぐらい。でもな、そっちは向きましょう、その。え？正面は向きましょう。いや、正面は嫌だよ。横でいい。いや、耳とかの方が危ないです、多分。なんで？いや、耳の方が危ないわけねえじゃん、これで。お前、おかしい。耳の、顔の方が危ないだろ。じゃあ僕が顔でやります。え、ビビってる。なんで？ビビってるんすか？あの、ビビってるとかじゃなくて。いや、マジで、なんで顔？じゃあいいよ、ちょうど顔でいいよ、じゃあ。全然僕は顔でいいです。じゃあ、横でもいいです。冷めるはそういうやつやから。全然耳でも大層なことやってんのに、うん、こんな、いや、マジ冷めるわ。いや、耳の方が僕怖いかも。なんで？あ、お前は、うん、お前の中では目というか顔よりも耳のは怖いんだ。うん、だって僕メガネかけてるし。あ、俺はもう全然大丈夫。逆に。え、ビビってんの？逆に。あ、耳が？うん。耳でいいよ。あ、じゃあお前耳でいい。耳にしたいだけじゃん。いや、だからお前じゃ顔でいいわ。俺こっちで。顔でいい。お互いのって怖いと思う場所でやろうよ。先行後攻だって決める。あ、じゃあこれリセッシュで決める。ロシア。ダメダメ。最初、あ、ちょっと待って。まず何を決めてんだこれ。リセッシュをするじゃん。じゃんけんで負けた方が、始める、うん。うん。うん。それでいきましょう。で、リセッシュかかった方がエピソードトークだから。あ、オッケーオッケー。エピソードトークバトルだからね、今回。そうだよ。うん。行きましょう。最初はグッ、ジャッキー、ポイ、よし。もうお前だ、おしまいだよ、お前。え、でも、はい。あの、逆かわかんないけど、何ですか？エピソードトーク先行取れてる可能性あるってことですよね、これ。あ、そうだ、エピソードトークがこの回だから、うん、エピソードトークの先行取れてる。エピソードトークの先行でしょ。取れてる。これ先行の方が良かったんで。あ、エピソードトークは。これで僕当てれたら、エピソードトーク先行ってことでしょ。うん、そうね、じゃあ見ないで、もう最後まで見ないで、もうくるくるやって、はい、うわ、マジでわからん。マジ怖いな。よく思いついたら、この、ロシアンルーレットリセッシュ。はい。これでいきます。これ？え、自分でやっていいよ。あ、自分で？自分、あっちで見えないように。あ、じゃあこうやって回して。回して、角度だけ俺が当てるから。はい、どこでいい？いや、俺が触ったら変なもん。もう一回、はい、ここ。じゃ俺手はもう絶対こねてるんで、はい。これで。はい。あ、見えない。ちょうど。はい。見えない。ます見えてないね、この部分ね。はい、ここに書いてないからね。はい、行きます。さあ行きましょう。3、2、ふわ、ああ、おあ、やだ。マジでやだ。お前何オフしてんだよ。いや、ずりーわ、マジで。でもこれ、
僕あのエピソードトーク高校になっちゃう可能性あるんで。俺はこう、もう完全にロシアンルーレットしたい。あ、それでいきます、うん、うわ、マジでやだわ。マジでやだわ。ちょ、見えない、本当に見えない、見えないですよ。マジでやだ。って、お前もさ、うん、あ、いや。あ、僕も見ないようにしますか。いや、でも、それこそ俺がなんか変なことやっても気づかれるから。俺、そこやりたいからさ。ああ、そう。あ、じゃあ、こうすれば見えないよ。はいはいはい。OK です。いきまーす。うわ、ちょっと待って、マジで。大丈夫だよな、リセッシュってな。大丈夫、大丈夫。さすがにな。大丈夫だと思う。だって、普通にシュッシュッシュッってやるじゃん。で、こう、受けたりするから、さすがに大丈夫でしょ。でも、かなりちょっと、まあ、帰りの電車で、いい匂いにはなっちゃうかも。ちょっと待って。うん。今これやってるけど。はい。変えようかな。え、見ましょうか、じゃあ僕が。そんなのは違う？え、その心理性は違う？いや、全然あれです。あ、その心理性は違うんだけど。うん。うん、じゃあ見て、もう何も言わないです。いや、言って。で、変える。絶対変えるから。あ、絶対変えます。じゃあ、じゃあ見せるわ。見せましょうか。はい。目つぶってください。いや、違う。いいや。どうせ変えるからいいよ。見て。あ、どうせ変える？どうせかだってこれダメだったら、あ、うん、1個動かすじゃなくて、やり直すってこと、うん、やり直す。あ、そういうことね。はい。いや、多分今ね、オンだと思うのよ、これ。うん。感触。まあ、感触はわかんないんだけど。はい。あ、オフー。あ、今やっと言うのよかったっすね。はい。マジで腹、ヒリヒリするこれ。なんだよ、このバトルマジで。早くやれよ。はい。いける？いきます。はい。お前も正面だけ見てて、見えないように。はい。3、あ、もうちょっと離れて。3、2、1、ゴー！ガッ！カラッ！カラッ！はい！カラッ！はい、エピソードトークお願いします。無理だろ。エピソードトークお願いします。カラッ！ああリセッシュの。リセッシュの匂いするって。リセッシュを充満させるのは小さすぎる部屋だ。草は意味違うのかもしれないけど、うん、リセッシュ臭いわ。きつい、きつい。きつ神コンテンツ見つけたかもな。ちょうど面白すぎる。うん。絶対に死にはしないじゃん、うん、こんなんで。しない。でもめっちゃ嫌じゃん。うん、めっちゃ嫌だ。神コンテンツ見つけたかもな。だからもうここをテープで隠しちゃえばいいんですよね。ああなるほどね。はいはいはい。あ、それはそうだ、うん、そうそうそう、うん、ロシアリセッシュ、うん、はい、じゃあエピソードトークしてください。その回なんで。いや、もう一気消沈してるって。ビスぶっかけられてさ、一気消沈ですよ、一気消沈ですよって話なんですけど。ちげえわ。僕あの歌舞伎町に住んでるんですけど、うん、歌舞伎町住んでて、あの朝の6時ぐらいに仕事が始まって、はい、で新宿3丁目の方にあのキャリーバッグ持って歩いて行ってたんですけど、なんか目の前に、うん、まあホス教ホスグル、うん、の女の子3人、ホストにハマってる女の子、うん、多種多様の3人が、うん、あの目の前を俺と同じ方向に歩いてて、新宿3丁目の方向に、うんうん、で三人がね、手つないでるんすよ。手つないで三人の子が歩いてて、うん、で全員違った、ホスグルの格好をしてて。で、なんかすごいやっぱ歌舞伎町の朝だなと思いながら、僕も後ろから追いかけてたら、うん、前の方から、はい、向かい側ですね、うん、多分、大学のサークルのカラオケオールの後なんだろうな、みたいな。ああ、時間帯的に。朝。うん、始発に向かってるみたいな。の、おたさの姫と、うん、そのオタクたちが、手つないで歩いてる。すげえじゃん。うん。で、こっちは、ね、歌舞伎町の、ホスグルの女の子3人がこう歩いてって、うん、向かいから手つないだオタサの姫とオタクたちが歩いてきて、うん、え、ちょっと待って、これ、地獄の花一門目が開催されるんじゃないの、うん、って俺はもうワクワクしながら見てたのよ。うん、やっぱすげえ、こんなのが見れるのかい、歌舞伎町。すごいぜって思いながら、うん、すごい治安やっぱ、お前悪いっちゃ悪いぜと思いながら、行って、うん、え、どうなるんだろうどうなるんだろうと思って、こうやってたら、パッて手離して、うん、こう間をすり抜けてさって行ったんですよ。え、すごっ。おう。日体大じゃんって思って。あ、集団行動、日体大の集団行動じゃん、お前ら。治安、いいんかいって、思った話ですね。お
おー、ありがとうございます。リセッシュで全然集中できなかったわ。ずっとここがなんかリセッシュの匂いしてるのよ、顔が。僕は高円寺住んでるんですけど。え、ちょっと待って。こうね。何してんの？え？あ、リセッシュ。付随トーク。付随トーク。え？付随トークなんだよ。高円寺住んでて何？高円寺住んでてね。こう、サンサンで。サンサン？こう、飲み屋のね、前で。うん。こう、飲み屋、こっち。酔っ払った三人組。あ、酔っ払った三人組。で、こっち酔っ払った三人組。ああ。これ近づいてって。え、これ何手繋いでんの？手繋いでて。あ、肩組んでて、肩組んでて。あ、肩組んで。肩組んでて、こう言って。で、ログインで肩組んで。え、仲いいな。違う店に行った。仲いいな、じゃねえんだよ。何その話。邪魔すんなよ、俺の話。え付随トーク。お前、何そんな俺の話持ってくみたいなことすんだよ。付随トーク。これはちょっともう。は？いや、リセッシュ。これだって先行後攻決めるためのやつでしょ。だからもうやんなくていいんだよ。大丈夫、流れてる、うん。これもさすがに2回目、今日流れてついてるから、はい、もう当たんない。ああ。うん。いや、流れてやっていいよ。先行後攻とは関係ない。だから、これがリセッシュで、はい、もし当たったら、はい、話していいわ。ああ、なるほどね。うん、逆に、うん、逆に、当たんなかったら、もうこれで終わり。うん、オフだったら。ああ、なるほどね。そうしよう。でも僕エピソードトーク喋りたいけどな。喋りたい。喋りたいけど、リセッシュは当たりたくない。当たりたくはない。はい、これは難しい。カット。はい。どうなるんだよ。はい、いきます。頼む。はい。いきます。3、2、1、いけ。